東方南。はい。堀越さんってどんな人ですか。そうですね、まあまあ大きくくくると、はい、豊沢一家っていうのがいっぱい、そういう巷にある、巷にある、巷に聞く、巷に、はい、まあまあね、豊沢さんがこう先輩を立てたり後輩を立てたりすごいことを僕らにも教えてくれた、その血筋が流れてて、やっぱりその僕は一緒に働いたことないんですけど、すごいこう、一緒にいてる時もすごい気使ってくれたりとか、いろんなこうことを学ぼうという意識でこういろんなことを聞いてくれたりとか、だから、まあ、僕の中では一緒にこう現場で仕事したことはないんやけど、なんか弟みたいな、でこれからやっぱりその来々亭というものを、僕今56歳なんですけど、これからやっぱりまだまだ若い人がもっともっとこう広げていける、ね、会社なんで、その中の軸として、頑張ってくれるんじゃないかなっていう期待も寄せて、こうやって京都からわざわざ桂川から、はい、参りました。はい、はい、お疲れ様です。ありがとうございます。堀越オーナーとはどんな人ですか。堀越さんから見て、はい、まあ、僕から見て、まあ、うちのお店のオープンメンバーとして、はい、まだ何もできない頃に、まあ、選ばれてきたんですけど、はいはい、まあ、当時から、まあ、そのものすごく爽やかで素直でもう一本気な、はい、それでいて部下たちにすごく優しい、懐の大きい男でした。なるほどね、はい、本当のところは、本当のところは、まあ、アホなんで、はい、それ絶対言わなかったよく、メンバーとか教えてる時に、はい、僕が横から古今東西をしながら、はいはい、古今東西しながらやったり、まあ、知識をね同時に入れてこう、はい、雑念を入れつつそれでもできるのかとか、はい、まあ、あとはもうお前は漢字ドリル小2からやれとかやってたな、懐かしい。新聞を読めとかいろいろやったんですけど、はいはい、結局僕の店を離れたら一切やめてで、まあ、いざ店長になりました、はい、で、まあ、部下たちができました、はい、うん、な、意外と自分が賢くなったと勘違いしてで一回僕に何かを語り始めたんで、はい、お前は一体今誰に何を言ってんのか分かってんのかと誰に講釈垂れとんねんと、はい、言ったら、あ、すいませんとすぐに終わった、そんな男です。なるほどですね、わかりやすい、ありがとうございます。いやおもろいな。で、週刊オーナー、週刊オーナー、レギュラーの頃から、店長になるために必要なものは筋肉だと寮の戸を開けると常に腕立てをしていた男でした。なるほどです。今でも筋肉だと豪語しておる男でございます。筋トレ頑張れ。ありがとうございます。そんな格好してんのに呼ばれてますよね。まあまあ、今あった人間でいいかなと思って。そうね、ちょっとなんかお前、せっかくこうやってみんなこういう人が来てもらったなんかないんで、はい、あ、本当に今日はありがとうございます。43歳、今年で、今年じゃないわ、
ほら、まず今年と去年が分からない。そっからやから。40歳の、誕生日を迎えました。40歳は、ね、本当にあっという間に過ぎるんかなと思うんで、30歳よりも、30代よりももっとあっという間に過ぎるんかなと思うんで、本当に一生懸命、この会社で頑張って、もっともっと結婚をしていこうと思ってるので、皆さん、本当に集まっていただいてありがとうございます。はい、おめでとう。まあ、特に俺、まあ、最中やけどさ、俺も伊豆島も最中やけど、まあ、何よりもなんか1日1日、30代の時よりもなんか深く過ごしてほしいな、はい、うん、そっちの方が面白い。なんかこう、まあ、明日があるわとか、また明後日あるわって、まあ、思って生きてきたよ、まあ、そんなんも大事やけど、まあ、そういうなんで生きることも大事やけど、やっぱ毎日なんか今日、もしかしたら明日なんかあるかもしれない、ちょっと思うこともなんかいろいろ出てくるね。でも出てくる。お前はどっちかというと筋肉ばかりやから、そんな体に異変があるかどうかわからんけど、やっぱちょっとずつ出てくるから、その時にやっぱりな、後悔しても遅いから、絶対40代はまだまだこれから現役、まだまだバリバリ働かなきゃあかんし、お前なんか見事なことになるから、でも毎日深い、こう日々を過ごすことを誓ってやったら面白いと俺は思うし、頑張ってほしいな。はい、40歳の目標をお願いします。40歳の目標、そうですね、まず2店舗目に向けて頑張ります。お、はい、頑張って、とりあえずとりあえず2店舗目はどこでやるの。いや、それはまあ、まだそこまで、これから、はい、いろいろちょっと自分で物件も見に行ったりもしてるんですけど、お、まあ、なんせとりあえず人数を揃えないといけないんで、まあ、でも来年には、まあまあ、今でもまだ6人なんで、あと3人出してくれたり、お願いいたします。今年中にはもう一人、多分一人社員で7人ぐらいになると思うんで、すごっ、そうなったら、これがあと2時間も同じこと言ってるかどうか。2時間はもう、今日はまあ別にほんまに緩い動画やから、うん、別にみんな全然気使わんと飲んで、あれして、もう別にカットしたいだけやし、はい、いや、ほんでさ、最初にちょっと言うときで、これ、今日集まったのも、まあ明日も岡山店長、直営の店長集まってんけど、実は、まあいつっていう日にちはまだ決まってないけど、8月のお盆前に岡山小島店オープンできます。おじゃないんで、まあこういう、まあ、建築 の、 機材が入る入らへんのあるから何とも言えないんけど、一応この間プランニング会議したら一応その予定で、でまあこれからちょっとオーナー、岡山オーナー、中四国の、まあ、オーナーにはやっぱみんなちょっと協力してもらわなあかんことも出てくるんで、はい、ちょっと盛り上げていってほしいなと思いますので、はい、うち の、 2番手の子たち、まあここにいない子たちが誰になるか店長になるかわからんけど、うん、まあ一応ね、みんな知ってる人間の誰かが店長になるかもしれないんで、はい、はい、あ、そうや、俺ゆうたんへちょっと誕生日プレゼントが、え、マジっすか、ごめん、マジっすか、お前やっぱさ、はい、コロナ太りしてるからさ、はい、もっとまあ別に多分いつもさ終わったらさ、はい、カップラーメン食ってるやろ、はい、ペヤング全種類私は僕が好きなあいつめっちゃ好きなあ、最高っすやん、これで、これが激辛の、これ前っすやん、これやばいっすね、一番辛いのこれやんか、これやでしょ、で、なんか本当はもう一個出てんか、でもそれがちょっと売れてなかって、ドンキー何個か回ってんけど、なかった、これやばいっすよね、うん、で、これ食べれんかったっすね、で、これこれはもういつも、これいつも食べてるんすかで、なんで2142kg、 これやばい、これやばい、なんかでも書いてあるもん、1日1食までしてくださいって、成人男子の1日1食ぐらいからね、やば、でもすごいですよ、だいぶ腹パンパンなんで、今日もし分からんけど、これ終わりかけにもし出したら、このどれかを誕生日の人に食べてもらって、これ何だろう、これほんまにやばいっすって、いやこれやばいっすよ、だって誕生日やん、ありがとうございます、そうやろ、お祝い、うん、いいことやんか、そうやろ、はい、やっぱ最高なもんは最高なドキッパーと、まだ食べたことないです、あ、そう、ほなこれでいこうや、はい、行きましょう、これでこれもう決まった、じゃあそれはまたお湯ありますんでって言ってくれはったんでここでここでそうそう、ここでハッピーバースデーユーハッピーバースデーユーYeah!
枚買わせ。すいません、ありがとうございます。このお花はこっちに飾るから。じゃあ豊沢さん今どこいるんですか？今今は、鳥取の砂丘のこの辺です。もう鳥取砂丘のこの辺です。全然砂がない、はい、全然砂がない。違いますか、はい、島根のこの辺です、はい、もう島根の海もないです今。岡山の駅のこの辺です。それは正解です。それは正解です。今からちょっとあの、はい、あのうちのちょっと待ちうちのあの鳥取くんじゃない、鳥越くんの、はい、誕生日をお祝いにマジックを、はい、マジックちょっとこう、披露しに油性の、うん、マジックで、さマッキーの方ね、そうじゃなく、はい、マジックを、うん、今から見に行く、ま、ただごめんな、これボツになるかもしれん、はい、だって行ったらいっぱいですって言われる可能性もあるから。全然ありますね、うん、まあコロナ明けやからもしかしたら俺連絡してへんねん実は、はい、何もだから週間が先に行け勝手に行ってたどり着けへんかった。全然見つけられへん。そうです。はい、じゃあ行きましょうか。行きますか。はい、行きましょう。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。おまだなってなかったあの何やったっけあのやつブサイクがあのちょうどここに来た時のタイミングぐらいの時にまだなってなかったって。ほんまやで彼店長になりました。ほんまやなりました。すごいこれ。でただまだトリコシオーナーとまだ一回も喋ったことないんで。えそうなの、はい、トリコシオーナーと彼はまだ今日初対面なんで、はい、まあまあ喋ってまあまあ喋ってまあ、俺はあんま知らんだけで、はい、うん、うちのグループじゃないんで、はい、ちょっと大変なんですけど、まあ、とりあえずいろんなグループの人と今日は交流して、はい、なるほどですね、今日は手品見たいなと思ってます、はい、夢あるな。夢あるよね、はい、1年前の動画で店長なってなかったもん。なってなかったっすね。店長なるっていう動画やったっすからね。まあ、夢あるね。ほんまにあの今日あの何協力してくれはったのがこの岡山のあまた概要欄でまた、はい、あのおすすめで絶対ここめっちゃおもろいんで、はい、ほんまに面白いんでぜひ絶対に一回来てほしい、はい、マジ来てほしい。面白いデジナー今から見せますんで今後期待。はい、はい、さあじゃあ新しい私、西大岡山店の店長新見翔と申します。ありがとうございます。何だと思いますか？これですよね。ありがとうございます。トランプ、はい、トランプでございます。はい、トランプ使ってマジックやりましょう、ね、カードステインバラバラに混ざっております。これ何綺麗に、うおー、あ、すげえ、このタイミングでヘクソパきましたね。あ、そう、まあ、その辛い、一番辛いのどれ？あ、そう、一番辛いのどれ？これ黒いやつです。あ、それ黒いのは井上さん、それ井上さん、おはぐろなる色で大丈夫。これやばい、これ多分やばい、このタイミングで。よし、じゃあ分かった。俺がもう、俺は指示した、言うた。これ一番辛くないの、実は。辛くない、辛くない。
一回じゃあトランプ止めます。いかにやりましょうか。これのちょっとじゃあ俺が言うたやつ全部取って。お箸じゃあまたやりましょう。じゃあね、ごめんなさい。え、これでも、これ大概やばいね、マジで。あ、これやばいの。じゃあほな、ユータがやばいなと思うやつをこの3人の中に。いや、これがやばいっすどう見てもやばいっすもう、色も、匂いも尋常じゃないっすこれ。どれか分からへんけど、匂いだけの唾がで、これはちょいやばいね。これは2倍やから、これもファイナル。え、これファイナル。これが誕生日の方がいくつ。これは僕食べますね。男前や。男前や。どういこう。じゃあ行こう。ペアングファイヤーもんね。ちょっとそれそこは寒いやから行こう。ちょっと飛ばしたらなんかちょっと飛ばしたら。あります。よし、いただきます。ヤング、言えば言うた。ちょっと待って待ってですか。ちょっとね、やっぱこれね、トラウマあるんで僕このまあまあ、これマジほんまにやばいですから。出ます。よ、ペヤングといえばユータです。えぐい。甘い甘い。待って、これもやばい。これやばいですね。やばい、でもやばいやつはやっぱり共有しない。やばいっていうか、痛いっすね。痛い。やばい。じゃあそれ今日。はい。さあ、ということで、じゃあ改めまして、私、手伝い岡場店の店長、はい、DB ショーと申します。どうぞよろしく。出てないですね、今のね。じゃあトランプ使ってじゃあやっていきましょう。はい。さあ、じゃあ改めてね、お見せいたします。はい、まあ、カードね、すでにバラバラになっております。はい、ビーフジャーキーです。はい、はい、ビーフジャーキーいただきました。うまい。そしてカードしか混ぜといてですね。はい、やばっ。うん、いこう、出たよ。ね、やばっ。やばい。下から上にもよいしょ。すごっ。見てる？何が今やってる？さすがさい。大丈夫ですか？はい。じゃあ1枚選んでもらって当てるってやつをね、ちょっと見たいなと思いますけど、大丈夫ですか？大丈夫か？はい、じゃあ無視してください。無視してください。はい、無視してください。はい。じゃあ1枚選んでもらって当てるっていうのをやりたいんですが、じゃあどなたにお手伝いしてもらいましょう。あ、じゃあお願いしていいですか？はい。じゃあどれでも結構です。じゃあ1枚選んでいただけていいですか？はい、じゃあどれでも結構です。行きましょう。どれでも結構です。はい、全然どれでも結構です。めっちゃピンポン。全然それ以外、それはもう選ばないです。あ、なるほど。何でもいい。いいですよ。はい、そのまま1枚取ります。いいですよ。はい。はい。はい。じゃあそのカードを覚えてください。どうぞ。あ、僕が一番好きなカード。これどうですか？僕。OK ですか？はい。じゃあ裏向きに見えないようにしてください。はい。じゃあそのカード、じゃあここに戻してもらっていいですか？あ？一番上に。逆に。これですね。はい。見えます。あえて。うん。で、中に戻します。はい。そこなんですね。今そこなんですね。入りました。はい、入りました。わからんすね。大丈夫ですね。さあ、まあ、手品見たことある方だったら分かると思いますが、一度指を鳴らすと一番上にそうですね、上がってきます。ただ今回は今2回目鳴らしました。2回目に鳴らしたらどうなると思います？選んだカード元に戻る。どっかちゃうとこに。ペヤングが UFO になってるとこ。いや複雑。ポケットに入る。あ、一番下に行くんですよ。一番下に。で3回目鳴らします。これどうなります？ペヤングは UFO。ちょっと黙って。怖い。マットの下。え？いい。トランプの中でちょっと変わったことが起きてる。え？何も。裏返って？色が一応違う。え？そもそも。え？色が変わるんですね。さあ選んでいただいたカード何でした？覚えてます？はい。何でした？ダイヤのクイーンです。ダイヤのクイーン。ええー。色は変わります。え、そうやったの？
なんで？じゃあこのままじゃあ、はい、中に戻しますね。はい、そしてじゃあそのままじゃあこの赤いダイヤのクイーン。よいしょ。手出してもらっていいですか？で、反対でサンドイッチ。サンドイッチ。そうです。はい、誰にも見えないようにしてくださいね。はいはい、こっから。怖い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 。3回鳴らしました。さっきトランプの中で色は変わりましたね。何か今変わった感覚ないですか？ないですないですないですか？はい、ちょっと酔っ払ってるんで分かんないですじゃあまず上だけちょっとこう上だけ開けてください。ちょっとずつね。ちょっとずつですよ。上に引っ付けですよ。汗かいてるんで。あ、じゃあそのままはい大丈夫。ああですね、はい、色は変わってませんね。はいはい、ただダイヤのクイーンの方にちょっと不思議なこと起きてたらちょっとびっくりですね。ダイヤのクイーンの方がね。めくっていいですか？じゃあせーのでいきましょうね。いきますよ、せーの。あら、え、うわすごい、すごい、そんなにいや、いや、やっとこの日やと思いました。そうそうそう、すごい、すごいですね。おめでとうございます。すごい、すごい。なんか自転前のやつ、はい、自転前のやつ違うよね。違う。はい、動画撮ろう。動画あれ最後全員来た。はい、はい、じゃあ待って。はい、じゃあ誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ皆さん良い40歳をお祝いしてください。